Happy birthday to you. Happy birthday to 皆さん。と、皆さんは、こういうふうに誕生日のお祝いをしますね。では、ここで質問です。江戸時代は、どうやってお祝いしてたんでしょうか？時代劇でも見たことありますか？ないですね、江戸時代の誕生日会。答えです。仙台藩では、毎年年末12月の30日あるいは31日の晩に家族全員が揃ってお膳を囲んで年取りという一世の世で一つ年を重ねるという伝統行事をやってました。その頃は数え年で、年が超えるとみんな一歳年取ったわけですから全員揃って誕生会兼ねて、新年会も忘年会もやっていたわけです。そして、仙台藩ではなんと珍しいことに1月の15日に女たちだけでもう一度お正月を行います、ね、それを女の正月と呼んでました。お正月中は台所に立ってテタパタともう家事炊事ばっかしやってる女には正月がないということで15日に改めて女たちだけで、お正月をやったんですね。でその前の晩とか前々日の晩にも女たちだけが集まって女の年取りというのをやってたんです。まあもうそうですね、この伝統行事がやられてたのは昭和30年代40年代の半ばぐらいまでですかね。今ではもうほとんど見かけなくなりました。今日はこの、2つの行事、お年取り女の年取り、これを我が家でなんと再現してみっぺちゃね、みでけさいん、きでけさいん、これが仙台の伝統行事でガスと正月のね。ではどうぞ。こうして和同士を枝に組みした松の木、これを神棚に飾り付けていきます。エビの方が神棚用、昆布の右の昆布の方が仏壇です。それで、それを外れないようにこのお供え餅を重しにつけて、垂らします。じゃあどうなるか、はい、ではこれからですね、河原町の庄司という昔からの八百屋さんに団子木を訪ねてみたいと。ああ、もう飾られてましたね。これは、まだいろんな飾りがつく前ですね。あ、こちらにも、あ、こうやって自分で作りつける、お飾りセットっていうのも販売されているようです。あ、これは素朴な
お餅だけがついた団子器ですね。あの田舎の方では水木というね、赤色の枝によく吊るすんですけれども、今年はなんかそれもない。あー素晴らしいですね。これが皆さん仙台の、団子器、女の正月、小正月の、昔からのお飾り物です。まあいろんなね、宝船とか、七福神、鯛ね、鏡餅などいろんなものがこう吊るされて、紅白のお餅と一緒に、吊るされるんですね。こちらにもありますね。綺麗でしょう、ね、今ではもうなかなか、見かけない、お飾り物になってしまったんですけれども、さて、おかみさんはいらっしゃいますでしょうか。はい、あ、いらっしゃいました。あ、どうも、今日はお邪魔させていただきました。見事な団子器のお飾りですね、はいはい、これはいつぐらいから飾ってらしたんですか。そうですね、うち創業120周年になりまして、ずっと昔からやってたんで、いつぐらいかなのかちょっとわからないんですけど、ははもう珍しいですよね、これだけあの、ね、団子器を販売してるお店ね。昔からの八百屋さんっていうことで、一本一本丁寧に飾り付けしてるんですけど、はい、何人ぐらいの方たちで作ってらっしゃるんですか。まあ、あの今日は 2,30 人でガタガタとやりました。あのだいぶ前から、うん、あのお餅刺すところから始めるので、だからもう 4,5 日前からずっと準備してました、はい、そうですか、はい、もうね、普段お野菜とか果物もたくさん、はい、販売してらっしゃるんですけれども、はい、河原町の元気印でございますね、はい、うん、いつまでも続けていってほしいです、そうですね、はい、どうしてもこういうのが忘れがちになられるんですけど、うん、ちょっと行事なので、お正月の行事なので大事に作っていきたいなと思って頑張ってやっておりました、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、それでは、はい、庄司さんのおかみさんでした、はい、ありがとうございます、はい、夏に変わる、これが女の正月の飾りです。で、これを飾りますと、これから女の年取りの準備がどんどこどんどこ台所で始まりまして、年末の、年取りともう一度同じことを女性陣たちが集まって、行うわけですね、はい、思い出しました、宮城県の古老たちがよく言っていたことです。こうやってあんこ餅がのあんがお椀に残った時ですね、その時はこうやって、白菜の漬物を取り出して、この白菜の漬物にあんをこうやって絡ませて食べる。そうすると、白菜の塩味とあんの甘さが程よく調和してとっても美味しいんだという、これは何人かから聞いた、残ったあんの食べ方です。こんなことももう知ってる人は、伝授する人は少ないと思うので、私が若い世代に向けて伝えておきます。